ああ、俺、さっきはお疲れ。いろいろ俺のために、ありがとうな。こっちこっち。人集めたり、段取りとか。失礼します。この前も。お前の言いたいことは分かった。申し訳ございません。田中と申します。で、俺、決めたわ。魅力のない都道府県1位、それが我が茨城です。その悪評を払拭したいと、これを企画しました。短編映画祭の公募によって県の魅力を内外に。魅力ない、万年最下位だもんな茨城。殿堂入りだな。まあむしろ30何位とかよりは目立っていいんじゃない。確かにそういう考え方もあります。ただ県民としても、この IMC って何。茨城マストチェンジです。ほう。プロの手による紹介映像でコンテスト自体をクオリティアップ、茨城の魅力を伝えようでしょ。あ、そうそう監督、彼ね、制作のしおりちゃんとね同窓なんですよ。でこの話がプロデューサーの僕のところに来たってわけです。へえ、まさか元彼と。幼なじみです。いや別にいいけどさ、こんなんで最下位から浮上できるのかね。でやっぱカメラマン的には無難に名所とか撮りたい感じ。どんなんあんの。はい、有名どころだと筑波山とかワープステーションとか、あと袋田の滝とか。滝いいじゃない。ドローンとかで行こう。ダイナミックに掴んで。ありだね、迫力と美しさみたいな。それがそこをドローン飛ばせません。え、そうなの。なんだよ、普通にとってもつまんないだろうよ。ですよね。もっとデコレーションがいりますよね。デコレーション。いえ、じゃあこのイズラ六角堂はどうでしょう。おー、迫力あります。なるほど。これ椅子を島田して空変えて思いっきりファンタジーの世界に変えちゃおうか。おー、いいっすね。こういうのが見たかったんです。ここへ幽霊船のような黒船が攻めてくる。おお、怪物は幕末の志士たちの。志士たちの。おい、ええじゃねえよ、黒船関係ねえじゃん。それにそこまで変えちゃったらもや茨城じゃねえ、日本ですらないっつうの。そうですか。そうよ。そっか。で他には。鹿島神宮、日立の海浜公園、あと牛久大仏。ああ、あのでかいやつだ、牛久大仏。おお、おお、うわ、でかいっす。あれがゴジラみたいに動き出すとかです。ほら、なぜ動く。いや、その方が面白いんじゃないかと。移動しちゃったらもうそこは茨城じゃないだろう。じゃあそんな歩かなければ。だから動かす意味がわからないって言ってんの。すいません。まあまあ監督、まあ茨城を魅力的にってことでね。はい、広告もドラマも映画もいわゆるフィクションっていうのはいかに日常を装飾するかってことですよね。夢を見せるには多少の嘘は不可欠だと思いまして。ほうほう、演出家みたいなこと言うね。でも君はさ、この人私と同じ放送部だったんで、日常をデコレーションするだっけ。へえ、で地方公務員。それは家の事情がいろいろありまして、自分でも不本意ではあったんですが、でもこれからは好きな世界。ちょっと一瞬いい。何よ、自己アピール激しくない。なんだ、お前だって協力するって言ったじゃん。そうだけどさ、転職の相談は実作業始まってからでしょ。種まいてんだよ。そのために俺この企画立てたんだから。しかもなんかビビってない。ビビってねえよ、俺だって覚悟決めてきてんだよ。
まあちょっと思ってたのとは違ってたけど。それでまた逃げるんだ。逃げる？夢描いてそれがうまくいかないとすぐリセットしちゃうでしょ。今の仕事に不満があるのか知らないけど。お前らやっぱ二人付き合ってたのか。違います。冗談ね。監督がちょっとって。おう、あのさ、これって観光促進が目的なんだろう。最終的にはそうですね。だよな。じゃあこんなんは、ひたちなかのエネルギー加速器が偶然未知の素粒子を生み出す。すると世界の時間が止まる。時間が止まってないのは主人公のみ。そいつは世界を元に戻そうと茨城県内の何かを探しに奔走する。こういう設定なら剣を無理なく見せられんな。おお、 SF か。まあ雰囲気的には IMC って感じはあるな。 I must change。 違うだろ、茨城マストだろ。ね、いいですね。でもお金がかかりそうですよね。いやでもそのそこはほら追加予算よろしくってことで。はあ、監督、その集める何かっていうのは何ですか。うん、なんだろうな。こういうのはシリアスじゃない方がいいんだけど。素人考えなんですが。何。いや、特産品に関する何かなんてのは。特産品って食べ物とか。そう、茨城はいろいろあって、納豆、レンコン、メロン、肉、あんこ、その食べ物の成分の何かが作用するとか。おお、なるほど。意外に面白いかも。確かに県を紹介できるしな。だよな。旅番組撮るわけじゃないんだし、何気ないものや風景をエンタメの切り口で紹介するってのは日常のデコレーションってやつだ。あららららら、もうひろきくんやるじゃない。ありがとうございます。水戸黄門も確か茨城だよな。宇宙人と戦うみたいな。なんで宇宙人なんだよ。ん？ん？すいません、失礼します。彼なかなかいいアイディア出すね。彼と学生時代自主制作したって。もしもし、お疲れ様です。はい、あ、今ちょうどその件でスタッフと打ち合わせ中でして。はい、いやそれがなかなかいいアイデアが出まして。え？え？今更？え、ちょっとどういうことですか。騙された。まあそうとも言うか。私には内容言わずに勝手に撮影してて、しかもアクションもの。自主とはいえいつの間にか主演してた。はい、これ。え、何これ。小道具、これつけて。私キャストじゃないし。もしかして撮ってたの今までの。もうありえない。ああ、なかなかの作詞だな。リアルな表現を求めた演出って感じかな。でもその結果それが楽しかったから今は映像の世界にいると。まあそうですね。じゃあ今回のこれはその時の仕返し。恩返しですよ監督。どうしたの。いや、まああれ、まさか企画が飛んだとか。あ、いやいや、そういうんじゃないんですけど、上司からキャストに関してレポーター役にご当地アイドルを入れられないかと。アイドル？おお、いるんだ。まあ、はい、ライマイナーな普通の子ですけど。どんな子？ちょっと写真かなんか。つうか、レポーターって何？そんな番組っぽい内容にしないといけないわけ？そういうわけじゃない。ちゃんと交通整理しといてほしいんだよな。ちょっと話変わってるじゃん。ワクワクしたいもの作りたいってプレゼンしたんじゃないの。これじゃ何のためにみんなに集まってもらったの。俺だって腹立ってんだよ。まあ、課長にはなんならこの企画自体白紙に渡した方。解決になってない。なんで辞めるとか投げるとかすぐそういう方向に行くわけ。冗談で脅しただけで。冗談だとしても振り回されるのはこっちでしょ。昔からそんなんだから都合のいいように言い訳作って、だから逃げてるって言ってんの。ああ、しおりちゃん、トイレです。
お騒がせしました。意外にきっついことを言うな。昔からです。まあ大体は僕に原因があるんですけど。そうだ、あの監督、さっきの話ね、その子を主役にしちゃうなんてどう？あ、いや、でも芝居は無理じゃないか。じゃあ、いっそポートレート風に撮るとか。いいかもな。各所にシンボリックに立ってるだけとかでも十分雰囲気はある。絵描き的な PR ビデオ。切な系ね。ちょっとアニメチックだけど情感あるし、人目は引く。夏、雲、田園風景に自転車。いやー、いいっすね。懐かしい感じもあるし、そこに淡い恋物語を感じさせるとか。いやー、受けてたな俺の短編。受けてたじゃないよ、恥ずかしい。他校の生徒まで巻き込んでさ、結果的に大成功。やっぱさ、黙って待っててもしょうがないっしょ。動かないと、仕掛けないとさ。日常のデコレーションだよ。デコレーション？そう、いわゆる想像力ってやつ。想像力ってのは無敵なんだよ。それを言うなら無限でしょ。ああ、まあそっちでもいいかもな。なんで、一緒でしょ。なんで知ってるんですか？え？知ってるって何が？いえ、何でもないです。申し訳ありません。僕自身の覚悟や見通しが甘かったせいで変な注文が来ちゃったり。今日のところは一旦預からせてください。提案されたネタを僕なりに精査してみます。今日は本当にありがとうございました。あのさ、どこに行ってもハードルはあるよ。走る人間の前には必ず。日常のデコレーションか。楽しかったな。騙されてたとはいえ。あ、そうだ、これ。想像力は無敵なんでしょ。そうだな。また連絡する。あ、俺、さっきはお疲れ。いろいろ俺のためにありがとな。俺決めたわ。アイマストね。なるほど。騙された。いつの間にか主演してた。じゃあ今回のこれはその時の司会師。恩返しですよ。あ、いや大丈夫でした。もうしおりさん急に怒り出すんですもん。びっくりしちゃいましたよ。僕らのことバレてないですよね。大丈夫だと思います。皆さん本日はすいません、急にこんな役お願いしちゃって。
でもね、いつもの舞台より緊張したけどさ、もう楽しかったね。そうですね、全部アドリブですもん。でもこれ、今までで一番の公演でしたよ。そうだよね。お客さんは一人もいなかったね。確かに。想像力は無敵なんでしょ。